今回の企画は、大原麺を一番知っているのは誰だ？大原王選手権。大原麺に関する様々なクイズを3部門に分けて出題。果たして、初代大原王に輝くのは誰なのか？チャンネル登録とグッドボタンを押すなんて誰でもできますね。はい。やってきました。大原麺のことを一番知っているのは誰だ？第1回大原王選手権。イエーイ。よいしょ。いや誰でもできますね。誰でもできますね。みんなちょっとかぶっちゃった。かぶっちゃった。みんな大原王になりたいか。なりたい。大原王。大原王だ。大原王。大原王。本日は大原麺に関するクイズがいくつか出題されますので、一番正解した人が初代大原王の称号を得られると、そういった企画になっております。はいはいはい、攻めてますね。攻めてますね。はい。はい。それでは一応選手権なので皆さんそれぞれ意気込みをお願いしたいんですけれども、大原麺の本名はです。よろしくお願いします。適当すぎやねんか。違いますからね。明日大原麺と2人でサウナに行きます。どうもドズルです。麺大体 T シャツ短パンサンダルです。頑張ります。ボンジュール王も優勝したんで大原麺王も優勝させてもらいます。どうも皆さんこんにちは、オラくんです。さあ皆さん意気込みも十分ということで、まず最初に大原麺についての質問コーナーでございます。こちらですね、大原麺にいくつかスタッフが質問を投げかけまして、その質問に対して大原麺が何と答えたのか皆さんには予想して回答していただきます。それでは、はい、1問目、本物の大原麺のスキンはどれだ。それでは皆さんこちらの画像を見ていただき、本物の大原麺スキンを当ててください。ちょっと待って、本当にわかんないかも。何が違うの、何が違うんかがマジで分からん。どうでしょう、一個だけ明らか違うのもあるけど、マジで一と二どこが違うの、一と二何が違うんだこれ。本当に分からない。いや違いますよ、しっかり違いますよ。あ、じゃあずっとこれ考えちゃうと分かっちゃうかもしれないね。残り10秒で。ちょっと待って待って、残り10秒。分かんない。3、2、1、終了です。何番か、はい、それではボンジュールさんからお答えください。2番。本当に。いや、マジで1、2で迷って。1、2でずっと迷って、うん、僕も1、2で迷った。うん。それでは、正解 VTR をご覧ください。まあ。3番はね。はいはいはい。4号は違う、ね。袖でしょ、袖、6は。はい。ここもよく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 。そう、ここまで。からの？え？え？え？うわー、いやー、サングラスかー。そういうことか。いやー、わかんなかったー。うわー、耳かかってねえじゃん、これ。そうだ。本当だ。え、かけてないの、面、耳に。あの、左右でですね、あの、サングラスの長さが違ってですね。嘘だろ。そう。普通に面が間違えてるんですよね。面が間違えてるんです。はい、左右で違うの長さが。違います、長さ。そんなサングラスないでしょ。そんなサングラスないでしょ。いやいや、この撮影で気づいて、あ、本当だって言ってました。うーわ、マジか。え、面も気づいてなかった。面も気づいてなかったです。はい。あー、本物来た。なんか、あ、本当だ。ほんまや。本当だ。これクラスの問題が来るのこれ。一番やばい。あの、ちょっとあの質問をして回答っていうわけじゃなくて、スキンだったんで、はい。かましてきた。かましてきた。そうですね。一回ちょっと。いや、かましてきた。ジャブが重いな、マジで。やばい。それでは2問目、いきたいと思います。最近一番大変だった企画はと面に聞きました。何と答えたでしょうか。え、生放送入るのかな。いや、はい、全部。だから、そこも含めて面が何て答えるかですよね。そうですね。そうです。うん、それじゃあ、回答、ボンジュールさんからお願いします。モブを倒すと、バリアが広がってくやつ。丸々したら、全ロスする世界で、エンドラ討伐。異常気象が襲ってくる世界。英語禁止縛り。いやー、それも悩んだんだよな。いや、俺ね、全部大変だけど仲間がいれば大丈夫ですって言ったかなと思ったんだけど。あ、かっこええ。かっこええな。え、それで変えてもいいっすよ、坊さん。じゃあ、俺、ごめんなさい。変えていい？大丈夫です。麺は多分こう言いました。みんながいれば大変な企画でも乗り切れます。
あ、もうじゃあ実質大変な企画なかったってことですか。なかったってことですね。マジか。何はないだろう、うん、では正解 VTR をご覧ください。最近一番大変だった企画は異常気象が襲ってくる世界です。異常気象か。いやちょっとね、これに関して、そう、これに関してはオラフ君いなかったからワンチャン外してくるんじゃないかと。いや僕もね、それはちょっとそう思った。う、うん、はいはいはい、ちょっとこれオラフ君に不利な質問だったな。わからなかった。窓の後ろ舞台すぎじゃないですかこれ。なんか確かに、あ、これなんかちょっと世界観をなんか、あ、世界観、はい、一応、はい、まあ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 普通に大変だったか。なるほどね。あ、じゃあこれは多分、じゃあオラフ君がいなかったから、うん、大変だったってことだよね、多分ね。ああ、そういうことか。なるほど、ね、そっち深いな。こっちの優しさか。続きまして、3問目。財布に今いくら入っている大原麺は何と答えたでしょうか。こちら一番金額が近かった人が勝利となります。出た。出た。え、これ答えてますよね、多分ね。あ、で、こ、ちゃんと、まあ、これは答えてます。はい、はい、答えしました。言えませんとかなかったです。はい。それではボンジュルさん。15,000円。7,000円。12,000円。5,000円。さあ、それでは正解 VTR をご覧ください。財布に今いくら入ってます。え、リアル。ちょっとお待ちください。はい。4,630円。よし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 、正解です。かなり近い。強えなオラフ君。強い。よしよしよし、これもビタビタでしょ。ね、あの麺の財布僕知ってるんですよ。あんまり入らんようにしてる。うわー、それは知ってるな。ちゃんと、あ、ちゃんと知ってますね。はい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 。では第4問目、大原麺の小さい頃の夢は。わかんねえ。スポーツとかやってるんかな。小さい頃。聞いたことある気もするけどな。俺わかった。ちょっと待ってください。麺から聞いた。ください。え、麺から聞いた？ああ、ではボンジュールさん、ポケモントレーナー。マジで？宇宙飛行士。ウルトラマン。言ってた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 。学校の先生。正解 VTR お願いします。小さい頃の夢を教えてください。仮面ライダーです。うわー、仮面ライダー。この後のストーリーがあるんで皆さんちょっとお聞きください、はい、仮面ライダーですからお聞きください。取られましたけど、幼稚園ぐらいとか保育園ぐらいの時なんですけど、みんなの夢を書いてみようっていうゲームがあって、なぜかそれを名前と夢を阿弥陀くじで決めることになって僕の仮面ライダーなんか知らん人に取られたんですよ。言ってたわこれ。何のゲームをしてるの。阿弥陀くじやばいでしょ。なぜか自分で出した夢は人のものになるっていう。言ってたな。面白すぎるでしょ。いやー、これ当てれたな、悔しいな。いや、当てれた。これは全員不正解でしたね。残念。惜しい、いい線いってた。いやー、これ当てれた、これ当てれた、これね、当てれた、これ当てれた。そう、絶対言ってたんですよ最近。さあ続きまして第5問目、マイクラの中で一番好きなアイテムは何と答えたでしょうか。あ、これ自信ある。これメイン言ってた。ボンジュールさん、鉄のツルハシ。金人参。昨日の鉄のツルハシ。さあそれでは正解 VTR をご覧ください。マイクラの中で一番好きなアイテムを教えてください。頭皮をトラップドアです。おいからおい、ふざけんな。こう言ってくれつらして。違うよ違うよ。鉄のツルハシはあのマイクラのショートで、お気に入りのやつっすね。鉄のツルハシにしただけで、やっぱ本当に好きなのはトラップドアなんだ。どうしよう。やっぱあの時は分かりにくいから言えなかったですかね、トラップドア。本当に好きだった。ショート用だよ、ショート用。ショート用だったんだ。動画を意識してたんか。本音はこっちか。頭皮のトラップドアか。本音はこっちだわ。続きまして6問目。全然当たってねえぞ。やばいですね。やばいやばい。何も分かってないじゃん麺のこと。あ、6問目はあのチャンスありますかなり。はい、来た来た、チャンス問題。はいはいはい、大原麺が昨日何時に寝たか。こちらも一番近い方があの正解となります。え、こっちに、はい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 。はい、これはこの VTR 撮影した曜日だけ教えてくれません？金曜日でございます。金曜日。
はい、わかります。いや、わかんないけど何時寝たかってことだよね。そういうこと、そういうこと、うん、それではボンジュールさん、朝5時、朝6時、朝4時、朝4時それでは正解 VTR をどうぞ。昨日何時に寝ましたか。朝の6時です。よっしゃ金曜メイン休みだから、うん、金曜メイン休みだからあ、それは強いわ、うん、徹夜してる、絶対徹夜してる。よしよしよし、いやー、鋭いですね起きた時間だわ、その時間続きまして7問目、ドズルシャメンバーの一人と旅行に行くなら誰ですか。メインは何と答えたでしょうか。あ、これは、これは簡単ですよ。これは、うん、簡単ですね、うん、これ簡単。ボンジュールさん、ドズルさん、ドズル、ドズルさん。いや、ここは待て、僕もそう行きたいんだけど、ちょっとあえて引っ掛けてくるかなっていう予想で、オラフ君で僕はオラフ君でいや、これでも引っ掛けの可能性もあるよ。サウナでね、サウナだから、うん、さあ、それでは正解 VTR お願いします。ドズル社メンバーの一人と旅行に行くなら誰ですか。ボンさんで。ボンさん途中で帰ってもバレなさそう。分からない。どういうことや。なんで帰ろうとしてんの。まだ行きたくはないんでしょうね。狙ってるでしょ、これは。途中で帰っても大丈夫。ここでボケてきた。なんでここ、なんかいきなりボケてきたよ、なんか。いやー、これ当てれんわ。これはちょっと嬉しいな。難しかったな、これは。ボンさんか。ごめん。さあ、それでは8問目。大原面に弓を渡して、名前をつけてくださいと、言いました。何という名前をつけたでしょうか。これも近いとかないんで、ビタで当てた方のみ正解となります。当てれないでしょ。では、ボンジュールさん。ユーミン。波及、レラカムトルム。人雷。インフィニティ。言う、こっちが恥ずかしい。それでは、正解 VTR をご覧ください。この弓に名前をつけてください。お、弓降ってきた。できました。では、弓の名前を教えてください。宝球、アイカムルバ。いや、そっちかそっちかいや、これ、あの、モーハンの、モーハンの波及の次のやつなんですよね。いやー、かなり惜しかった。ドズルさん、かなり、はい。目も悩んでました。なんか。波及と。あ、そうそう。ドズルさんが使ってる武器の方は、使用者が多いから、俺はこっちなんだって。はい、なるほどな。なんで拾ってきてんのよ。残念。さあ、それでは、9問目参りましょう。大原麺のストレス解消法は。わかりました。普通に行けばあれなんだよ。まあ普通に行けばあれなんだよ。まあまあね。まあ2択でしょうね。どっちを取るか。ボンジュールさん。ウォーキング。バロラント。筋トレ。筋トレ。おー、結果変わりましたね。サウナ超悩んだんだよ。あえてみんなサウナ外しね。バロもちょっとあった。うん、さあ、それでは正解 VTR をご覧ください。ストレス解消法を教えてください。ベランダの椅子で外を見る。ちょっとひねってきたもん。出た。いや、面でもね、よくね、寝てるのよ、ベランダの椅子で。言ってたわ。外を見る。ここまで来たらなんかもう正解と思うのが当たらんくなってきたんで、ちょっと。難しくなってきましたね。いや、でも見て僕たちの点差かなり競ってるから。競ってるの。競ってるんで、はい。確かに確かに。質問コーナー最終問題です。最終問題。はい、来た。いや、当てて、当てるぞ。大原麺にマングローブの根というアイテムを渡して、これを使ってボケてくださいと言ったらどうなる？ボケてください。ちょっと待って。なんとボケたでしょうか。わかりました。はい。麺が正解わかった。もう正解わかった。正解わかった。それでは。ボンジュールさん、キヨキヨさん、こんな姿になっちゃって地獄だこれいやー、マジか。いや、もうサクサクいこう、サクサクいこう。ドズルさん、ふたばさん、ピンクピクミン面白い。いや、最近太ったんだよね。あ、こんなとこに Y 字型の美顔ローラーがあるじゃんさあ、それでは、正解 VTR をどうぞ。これを使ってボケてください。あ、これね、
ミキプルーンの苗木。面白い。結構面白い。正解ですよ、これ。それは無理だったな。チャリーン。はい、ここで、質問コーナー、全10問が終了しました。現在はこういう形ですね。はい、ボンジュールさんだけ、0点で、はい、他は皆さん1点獲得していると。いやー、よく1点取れたわ。いやー、1点か、10問中。いやー、なかなかだ。さあ、続きましては、大原麺が作ったこれは何のコーナーです。はい、おー、これは簡単でしょ。はい、実際に移動しましょう。うん、はいはいはい。簡単じゃん。え、本当にこれ大原麺作ったこれ。いや、それ多分1分とかで作ったんじゃない？僕さ、そうですね。わかりました。はいはい、大原麺が3分で作ったこの建築なんでしょう。上から見ても大丈夫？はい、大丈夫です。え、これ簡単じゃん。うん、簡単なんだ、ね。簡単。うん、簡単簡単簡単。マジっすか？え、みんな分かったんすか？うん。分かった。分かった。あれ、僕が常識知らんのかな。常識知らんまではない。絶対知ってる。絶対知ってる。見たことあるものですね。この世で見た初見ですみたいな。初見の可能性はまあゼロではないけど。うん、ボンジュールさん、冷ややっこ。冷ややっこ。冷ややっこ。豆腐。それでは正解をご覧ください。大原麺。はい。こちらは何でしょうか。こちらは。冷ややっこです。ちょっと待って、あれ、海藻浮いとるやん、なんか。ネギ乗ってますよ、ちょ、猫おじ。すいません、ネギは、消えましたね。ごめんなさい。はい、薬味消失しました。はい、そこが気になってた、ちょっと。あ、そう、薬味はちゃんとあったんですけれども、薬味の再現忘れておりました。なるほどね。はい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 。では、2問目に。何これ。やっかん。さあ、こちらの建築30秒間で、30秒麺が作ったものになります。じゃあ分かった、じゃあ分かった、これは分かった、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 これは分かった。ボンジュールさん、ウォーデン。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 それでは正解 VTR をどうぞ。それでは大原麺、こちらの建築何でしょうか。こちらはウォーデンです。おー、さすがの人が、さすがメンの建築力が、まあまあ、ねうん、パッと見ミニペッカかと思ったけどね、うん、そう、あ、同じアイドルしてました。僕も。さあ、それでは最終問題、建築問題の最終問題です。すごいのあるな。こちらはですね、大原麺が何分で作ったのかを当てていただきます。そういうこと。時間、はい、何時間何分で作ったのか、一番近い方が、正解です。え、ちなみにワールドエディット使ってました？はい、使ってます。それではボンジュールさん、5分。15分。10分。20分。さあ、それでは正解は何分でしょうか。 VTR どうぞ。それではこちらの建築何分でできましたでしょうか。14分かかりました。おー、15分近い。はい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 。まあまあまあ、でもやっぱね、うん、さすが、このクオリティを14分ってさすがですね。さあ、現在の得点がこちらになります。おー、はい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 。トッツさん一歩リードと。よし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 。さあ、ここからはですね、実際に大原麺に来ていただきまして、実演コーナーとなります。麺が実際に皆さんの前で様々な技を見せてくれますので、はい、それに対して回答をお願いします。それでは最初の会場に移動しましょう。チャリーン。お疲れ様です。あ、麺来た。お、麺来たです。あ、それではいよいよ。いんだろうな。あ、はい。今みんな全問正解で、今、ね、全問正解よ、麺今のとこ、うん、ですよね。そりゃそうだ。さあ、本日の主役大原麺やってきました。はい、やっちょっと、ま、目って目、ちょっと待って、こっち向いて、こっち向いて、右向いて、右。本当だ。本当だな。左右違うな。違うな、うん、左右違う。俺も知らなかった。面白すぎるでしょ。それでは、1問目、人間ゴルフ。大原麺は何打でクリアできますでしょうか。
それ予想が一番近かった人が正解となります。どこがゴールなんですか？ああこれかこれだ。これ。ああ当たってる。ビーコン立ってるところ。いや結構遠いな。結構遠いな。結構遠い。結構遠いぞこれ。あれずっと気になってたことなんですけどいいですか？なんで二人頭に投げつけてるんですか？目が入る。面の心を読んだ結果よこれ。面のボケを予想した結果。結果うん、ピクミン。ちょ俺さっき言ったんだけどそれさあそれでは、皆さんの予想をお聞きしたいと思います。ボンジュールさん6だ5だ6だ7みんな随分俺のことを買いかぶってるようです嘘だマジさあそれでは大原め実演をお願いします。はいどうぞ。いきます。まあ場所はもう分かってますから、そうね、そっちに向かって最速で向かうだけですよ。こう待つこうと。いいよ。はい、完璧な。いや、結構いいよ。からのこっち方向ですよ。あ、これ置いといて。3だ。いや、いけるんじゃないこれ。4だ。だどう？ああ、見えた。これは？はい。いやー、これでいけるぞ。あるぞ。ありそう。ここからの、いけ。はっ。こういうことで。いけこれは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 あれこれは、こちら、最初からになります。最初から。最初から。打数は、引き継いで、おお、このまま。おっとおっと、これはおっと、これは。これ6だったよ。6だ。6だ。入れろ、目入れろ。入れろ。頑張れ。もう一度。頑張れ。入れるんだ。入れろ、目。今着地できた。いや完璧だったよ。ああ。ちょっと早送りですな。バ。ちょ。早送りになるなこれは。このみんなに見られてるっていうこの早く投げなきゃっていう心境をちゃんと汲み取らなかった、うんま、今度はちょっとミスなく。どこどこだここ逆に完璧っす。まあ。じゃあ中だということで一番近かったのがオラフ君になります。いやー、これは勝ったと思ったのにな。惜しかった。はい。さあ、それでは2問目。大原麺は、こちらの氷上ボートレース、何秒でゴールするのか。そういえば、世界記録保持者だった、そういえば。一周です。はい。ちなみに、スタッフは40秒かかりました。おー、いいヒントですね。さあ、それでは予想タイムお願いします。ボンジュールさん。1分。1分。26秒33秒27秒どっかでスピンしてわけわかんなくなるんじゃないかとさあそれでは緊張の中よーいスタート。そう、始まったやばい頑張るね。タイム発表いたします。30秒ジャストです。うわーこれはどっちどっちだ。一緒じゃないオラフ君と一緒です。3秒プラスマイナスなので、両者に1ポイントずつ。おーいやオンリーちゃんオラフ君に1ポイントずつです。いやうまかったな。まあ、さあそれでは最終問題の会場に移動します。最終問題。はい、こちら本日の最終問題です。はい、
おい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 怖い怖いヤンキーオハラメじゃん。ヤンキーだ。怖すぎる。そんな怖かったっけヤンキーメンって。さあこちら、ヤンキーオハラメン喧嘩で何人倒せるのか。なんだてめえらぶっ飛ばせばいいのか。おい怖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 い視界に入ってください。怖い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 視界に入ってください。怖すぎる怖すぎる。そんな怖くなかったよお前は。でこんな気持ち入れてやってくれると思わなかった。いや恐ろしいな。恐ろしい。大原メンがですねヤンキーに倒されるまでに何人のヤンキーを倒せるのか予想してください。どういうこと。あんまり言う細かくてねーな。どういうことですか。何を恐れんだこれから。この会場にですねヤンキーがあのたくさん現れますので。ヤンキーがたくさん現れる。暴走事故じゃねえか。大原メンがそれ喧嘩します。はい、何人のヤンキー倒せるのか。何人のヤンキー。何人のヤンキー。それヤンキーは視聴者さんとかってことですか。いや違う。あ、じゃあスタッフさんちょっと一人だけヤンキー呼んでもらっていいですか。あ、確かに確かに。ヤンキーの強さ知り、はい、測ってこいや。ボートで芝居だろ。ボートも盗んでた。あー、なるほどね。ヤンキーだ。あー、なるほどなるほど。しゃべんだよ。あれ、これなんか弱い。結構攻撃力高い。あの、はい、番長なんでちょっと強くなってます。あ、番長強いんだ。なるほど。はい、結構強い、結構強いじゃん。ちょ、投げて投げて番長。あ、結構強い、結構強い。痛い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 。死人が出た、死人が。おい、何しやがるこの野郎。やんのか。あー、やばい、もう硬いもんこれ。やだ、お前ほら。やばいやばい。強いわこれ。やばすぎでしょ。ボンジュールさん。30、49。いや、49。なんで最後までいけねえんだよそれで。おい。オラくん。おいめ。50いってくれ。50だ。任せろ。さあそれではヤンキーオホラメンの挑戦始まります。メン大丈夫でしょうか準備は。さあそれではヤンキーオホラメンの喧嘩スタート。かかってこいな。おおいな。そういう元気に来た。勇気出てきた。そういうことか。いけおい。男の意地を見せたら男の意地を。いけ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 。突っ張れ突っ張れ。ボブが絡んでこようが関係ねえんだよ。いけいけいけ。やばいやばい。食らってる食らってる食らってる。おらららららら。着実に減ってはいる。連打の鬼。いて。あ、ちょこちょこ食らってる。ちょこちょこ食らってる番長。おらら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 。減ってる気がしねえぞ。これは早送りされそうだな。早送りすんじゃねえ。全部使え。フルでも使うんだよここは。ゾンビが出てきたな。おらら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 らイチャモンつけないでください。いました、いました、いました。おい、タイマンするか降りてこいよ。いやいや、やめて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 。いたよな。すいません、すいません、いました、いました、いました。いたよな。いました。いましたね。チャリリーン。はい、ということで、すべての、競技、質問が終わりました。第1回、大原王は、オラフくんです。やったー。おめでとうございます。おめでとう。やったー。オラフくん、優勝してどんな気持ちですか。いやー、そうですね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。いやー、メンと今度一緒にご飯行きます。食べたい。ありがとうございます。はい、まあ、今回のようなマニアックな企画が大好き、別のメンバーのバージョンも見たいという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。よろしく。本日もご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど気が向いたらしてね。